お布団なくなっちゃったね。うん、いい。ねえゆいと永源寺先輩ってどうかしちゃったのかな。そうかな。じゃあなんで私のことお姉ちゃんって呼んだんだろう。先輩一人っ子じゃなかったっけ。ゆいと何か隠してない？嘘つくと目をそらす癖治ってないね。あの先輩が？ゆいとのことが好きなのかな？しくじく叩かなくたっていいのに。じゃあゆいとはどう思うの？二重人格？ああ、よくテレビでやってるよね。本当にそんなことがあるんだ。でも知ってどうすんの？しかもそれ先輩に伝えることできる？何が無理なんだ？ああ、いつからですか？二重人格ってとこぐらいから。おねしょのとこは覚えてないんだ。源、何したんだ？下着を脱がしただけだよ。なに？ごめんなさい。でもあの場はしょうがなかったじゃないですか。正直に話してほしい。私の身に何が起きていたんだ。どうしよう、ゆいと。言えないか。え？わかった。ゆいと、お布団どうする？きてたのか。昨日はすまなかったな。そうか。ああ、頼む。なんとなく感じてはいたんだ。今までも何回か。ああ、平野の言ったことを整理すると、私の中にもう一人の人格がいるということだな。確かにこの合宿でも私はよく記憶をなくしていた。もしその時に出ていた人格が違うものだとすれば、平野の立てた予想も外れてはいないだろう。察するに私は二重人格者だ。笑っちゃうよな、きっと。こうやってツンケンしている女が幼稚な言葉を喋ってはしゃいでいる姿なんて、なんでこんなことになっちゃったんだろう。直接本人に聞いてみるとか見ないとか。冗談だよ。そんな簡単にうまくいくわけないもんな。え、おい平野、そこは。ゆいとくん、ひどいよ。ミキ、こんなところに来たくないよ。びしょびしょ嫌。ゆいとくんがそう言うなら、ミキ頑張って我慢するよ。そうだ、お洋服が濡れちゃったらみんなでお洗濯しないといけないのよ。ほら、ゆいとくん、脱がしてあげる。どうして？ゆいとくん、ミキのこと嫌いよ。のよ。先輩じゃなくてミッキー。もしかして忘れちゃったの？昔一緒に遊んでたんだよ。でも遊んでた時に事故に遭っちゃって、ミキ、ゆいとくんが死んじゃったと思ったんだよ。とても悲しくてミキのせいでって思うと辛くてもうどうしていいかわからなくて、その時ミキが生まれたの。そうだからね、ミキちゃんはあの時のことを忘れちゃったの。そしてミキのこともわからないの。ミキずっと寂しかったんだよ。でもやっとゆいとくんに会えてすっごく嬉しかったんだよ。やっぱり忘れてる。ミキとユイトくん一緒に遊んでたんだよ。寂しいのは嫌。ミキはユイトくんとずっと一緒にいたい。ずっといっぱい遊ぶの。知らない。ユイトくん遊ぼう。ほら次は何して遊ぶ？ゆいとくん？ゆいとくんはミキのこと嫌いなんだね。ゆいとくんは優しいんだね。でもミキには優しくない。キスしてくれたら諦める。そうしたらミキもゆいとくんのことを諦められるかもしれないから、もうゆいとくんの前に現れないから。やっぱり他に好きな女の子がいるんだね。ううん、いいの。だって愛し合う2人がキスしないと意味がないもん。ミキとユイトくんが遊んでたのってすっごく昔のことなんだよね。ずっと昔。でもミキはずっと大好きだったよ、ゆいとくんのこと。だからキスしてくれなくても大丈夫だよ。ごめんね。やっぱりゆいとくんはミキにも優しかった。でも忘れないで。ミキとミキちゃんは違うかもしれないけど気持ちは